じめまして。私の名前は八坂純子。小学生と幼稚園の子供がいて、ごく普通の専業主婦をやっています。主人は住宅メーカーで働くサラリーマン。絵に描いたような中流家庭です。昨年建売りの家を買い、小さいながらも庭があるので家庭菜園をしたり、夏にはプールをしたり、家族団らんを楽しんでいます。先月お隣の賃貸平屋に引っ越してきたのはシングルマザーの助川夏美さん。うちの子と同級生の子がいるということで、一気に親近感が湧きました。私より5歳も年下で、若いのにしっかりしているなという印象でしたが。八坂さん、こんにちは。今いいですか？あら、こんにちは。よかったら名前で呼んでね。じゃ、遠慮なく、純子さん。私も夏美さんって呼んでいいかしら？もちろん、そっちの方が嬉しいです。よかった。で、何かご用だった？そうそう、小学校のことを聞きたいと思って。どうぞどうぞ、何でも聞いてちょうだい。校風とか保護者の雰囲気とかどんな感じですか？そうね、今の校長先生は割とすぐ動いてくれるタイプ。保護者の意見もよく聞いてくれるわ。保護者は綺麗な身なりをしたきちんとした親が多いかも。あんまりヤンキーっぽい人はいないわね。じゃあ私も学校に行くときはきちんとした服装をしていかなきゃ。そうね、デニムに T シャツっていうよりもスカートを履いているママが多いかも。事前にお伺いできてよかった。お役に立てたなら何より。お隣に頼れるママさんがいてくださって心強いです。他にも何かお役に立てることがあったら言ってね。ありがとうございます。社交辞令じゃないからね。学校の情報とかすごく助かります。あと…あと何？厚かましいようで言いにくいんですけど。いいわ、言って。うち男手がないので、もしご迷惑じゃなかったら。ああ、男手がいるような時ね。大丈夫よ、主人に言っておく。うわあ、助かります。ご近所ですもの、助け合いましょう。その週末、家具を動かしたいとかで早速主人に声がかかりました。さらにその翌週には、家の窓の下に蜂が巣を作り始めているとかで、その駆除を頼まれたり、主人も人助けを厭わないタイプなので、もちろんいいですよと気軽に引き受けていました。純子さん、しょっちゅうご主人にお世話になっちゃってすみません。 いえ、いいのよ。主人もああいうタイプだから頼られて嬉しいみたい。本当に助かります。どうか気にしないで。それにしても本当に素敵なご主人ですよね。いやだ、調子に乗るから本人には言わないでね。大手企業に勤めていて、週末は家のことをいろいろやってくれて。ごく普通のことよ。さらにはお子さんたちともよく遊んでくれて。ひょっとしてうちの声うるさいかしら？いえいえ、いつも楽しそうな声でこちらまで楽しくなる感じです。うるさい時は遠慮なく言ってね。ほんとうるさくなんかないです。ただ…ただ何？うちの子、父親を覚えていないので、お父さんがいるっていいなってちょっと寂しそうで。そうなの、ちょっと切ないわね。散々お世話になって、これ以上お願いするのは本当に厚かましいようなんですけど。どうしたの？よかったらお庭とか近所で旦那様とお子さんたちが遊ぶときに一緒にうちの子も混ぜてもらえませんか？それは全然構わないけど。学校で先生に遊んでもらったり、友達と遊んだりとかとはまた違う感じなんだと思います。大勢で遊ぶ方が賑やかだと思うし、どんどん来てちょうだい。ありがとうございます。いいのよ、うちは賑やかなのが好きだから。純子さんの隣に引っ越してきて本当によかった。それからというもの、主人と子供が庭に出るたび、公園に行こうとするたびに、まるで見ていたかのように夏美さんのお子さんが家から飛び出してきて仲間に入るということが続きました。そして夏美さんのリクエストはさらにエスカレートしていったのです。純子さん、
毎週お世話になってばかりですみません。夏美さん、こちらこそいつもお菓子とかジュースとかありがとう。いえ、お邪魔してばかりで申し訳ないので。気を使わないでいいのに。いえ、ポテチ一袋とかペットボトルのジュース一本とかじゃ全然足りないの分かってるんですが。お気持ちだけで十分よ。純子さんも旦那様も本当に優しいですよね。そんなことないわ、普通よ。そんなお二人の優しさにつけ込むようで恐縮なんですが。何？どうしたの？今度川にバーベキューに行くってうちの子が聞いたらしくて。そうそう、来週末にね。ちょっと遠出して。本当に厚かましいようなんですが、よかったら私たちも一緒に、ダメですか？え？車で2時間ぐらいかかるところだけど。純子さんのお家のミニバン、7人乗りですよね。4人家族で乗ってもまだ3人乗れるじゃないですか。でもデイキャンプだから荷物も多いのよ。ダメですよね、厚かましすぎますよね。ダメって言ったわけじゃないんだけど。いえ、さすがにご迷惑だろうなって思いながらも、子供があまりにも羨ましがるのでダメ元だったんです。わかったわ、主人に相談してみるから待ってて。え、本当ですか？また連絡するわ。主人に相談したところ、ちょっと微妙な顔をしながらも OK してくれました。夏美さんとお子さん、そして我が家でバーベキューに行くことになったのです。確かにワイワイとみんなで行くバーベキューは楽しかったし、主婦が2人いるというのも効率が良かったのは事実です。でもまさか私が足りなくなった炭を買い足しに行く間に夏美さんがあんなことをするなんて思いもよらなかったのです。ねえ夏美さん。純子さん、今日は本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。楽しかったのはいいんだけど。え、何ですか？あなた、私が炭を買い足しに行く間、子供たちにアスレチックで遊んでおいでなんて言って、主人と二人きりになった時に主人を誘ったんですって。ご主人が言ったんですか？そう、子供たちが寝て今聞いたのよ。口が軽い男。あなたね、これだけ人の世話になっておきながら、さらに主人に迫るなんて何考えてるの？だって、純子さんが言ったんですよね。役に立てることがあったらって。確かに言ったけど、常識の範疇だよね。純子さんは今までずっと恵まれた生活をしてきたじゃないですか。普通に稼いでくれて、すごく優しい旦那様がいて、子供たちにも優しいお父さんで、うちの子はそんな幸せ知らないんですよ。いいじゃないですか、私たちにもその幸せ分けてくれても。どう考えてもよくないわよ。主人の気持ちは無視？旦那様だって若い私の方がいいに決まってるじゃないですか。そうでもないわよ。旦那様はなんと？ストーカーみたいで気持ち悪いって。ストーカー？なんでですか？あのね、あなた気がついてないと思うけど、うちのカメラに全部映ってるの。私もさっき初めて夫から聞いたんだけど。カメラ？何のカメラですか？主人がこっそり仕掛けていた防犯カメラ。庭とあなたの住んでいる家との境界線を映すもの、2つあったの。主人曰く、最近庭のものが勝手に動いていたり、子供の外遊びおもちゃがなくなったりして気になっていたんですって。防犯カメラを設置して確認してみたら、あなたとお子さん、私たちが不在の間に庭に入り込んで遊んだり、お子さんがおもちゃを持って行ったりしてるんですってね。それでも騒ぎ立てるほどの被害はないから黙っていたんですって。でもその防犯カメラにも、あなたがしょっちゅううちの様子を伺っているところが一日に何回も何回も映っていたらしくて、いつ私に言おうかと思ってたところだったらしくてね。そしたらあのバーベキュー事件でしょ。うちの子のパパになってやってくださいって言われた瞬間に鳥肌が立ったそうよ。
おもちゃを持って行ったのは悪かったけど、実際に不倫したわけじゃないんだし。親切心につけ込んでうちの旦那を誘惑した時点で有罪よ。あなた裁判官？裁判官じゃないけど、それなりの罰は与えさせてもらったわ。え？何？何をしたっていうの？大したことじゃないわよ。私の知っている中で一番の噂好きなママに今回のことをちょっと喋っちゃっただけ。あの人のネットワークはすごいから、きっと今頃学年中に知れ渡っているでしょうね。その後、夏美さんはそれから全く LINE をしてこなくなりました。主人や私と家の前で顔を合わせてもすごい顔で睨んできたりするのですが、私はあくまでスルーしていました。夏美さんの噂は瞬く間に知れ渡り、やっぱり居づらくなったのか、少しして引っ越していきました。夏美さんのお子さんにはかわいそうな結果になってしまったなと少し胸は痛みましたが、度を過ぎた親切心は余計なトラブルを招いてしまうものだと勉強になった出来事でした。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。